エリコラです。エリコラの大企画、まずは2024年1月15日から1月21日までの体重の記録をご覧ください。 65.40 65.60 65.25 65.15 65.05 64.65 64.90。はい、ということで今週の結果はマイナス 0.15kg でした。トータルでマイナス 10.80kg です。はい、ということでですね、今日またちょっと雰囲気が違う場所からですねお届けすることになっているんですけれども、ですね、私は北海道の安平町に住んでおりまして、それで月2回だけこちらですね、北海道のルスツリゾートにありますベスティンホテルの中のアロマルームアベララというサロンで出張セラピストとしてお仕事をしておりまして、ちょっとね、日にち的にこちらでですね、こうやってお話をさせていただくことになりました。はい、そんな感じでですね、まずマイナスの結果でちょっとホッとしてますね。一応お正月太りはちょっとずつ解消されてはいます。もう全然67g でいっちゃったのかな、なんですけれども、そこから一応65キロ前後行ったり来たりに戻ったので、もうお正月前に戻ったって感じですね。なんかでも自分の体の体感的にもそれはすごい実感しておりましてですね、なんとなくやっぱりあの年明け前になんか体の体調的にも戻ってるな、感覚的にも戻ってるなって感じがしております。まあ、ここからですけれどもね、じゃあ今週はですね、何やってたかな。まあ、そうですね、隔週でこちらのルスツリゾートにお仕事しに来てるんですけれども、今週は割とずっといたんですよ、安平町の方に。それで、いろいろですね、そうですよ、体バー行ったりとかバレトン行ったりとか、それで運動は週2回やることができたりとかですね、あと体バーのみんなのメンバーでちょっと外食したりとかして楽しんじゃったりとかしたりして、それで、金曜日からはこちらのルスリゾートに来ているのでですね、まあ世話しない1週間だったかな、そんな感じでしたね。それただですね、こっち帰ってきてから、前回行ったのが1月の5日から5、6、7、8、9、10くらいに帰ってきたんですよ、前回のルスツリゾート の, お仕事なんですけれども。でそこからですね、1週間くらい経って、でそこから自分の中で日にちがわけわからなくなっちゃったんですけど、そうだ、でも一応ですね、ルスツリゾートと自分のところの自宅を行ったり来たりすると、もう冷蔵庫の中身が把握できてなくて、で自炊するのがすごい結構ストレスだったりっていうか、もうよしってなる気持ちにならない、モチベーションが上がらなくって、それでなかなかこう外食しちゃったりとかコンビニで買って食べちゃったりっていうことが続いてたんです、ここ2ヶ月くらいなんですけども、ちょっと自分でちゃんと管理作ろうっていう気持ちに なれたので、今回はですね、割とだから外食はしましたけれども、変にコンビニに行って何か買って食べるとかをしなくなりました。よかった。なんかやっぱりコンビニのものが悪いとも全然思ってないし、だって私ルスツリゾートに来たら社食かコンビニかみたいなことの方が多いのでですね、なので、外食か社食かコンビニかとかそんな感じなので、全然悪いことじゃないと思うし、時間短縮するにはね、そうやって楽することも大事だな、生活の中でうまくそういうのを使ってやってった方がいいかなっていうのもあるんですけれども、やっぱりこう続くとですね、添加物過多みたくなってきちゃう場合が、私の場合特に添加物に敏感な体でもあるので、添加物過多みたくなってくると、ちょっとお便りの調子悪くなっちゃったりとか、そういうことが結構多々あるんですね。体調を崩しやすくなったりとかね、なんですけど、やっぱり自分で作るとですね、体軽いですね。で一応、今そこまでは気を使えてないけれども、バランスよく食物繊維とかね、
豆類とか芋類とかをバランスよく食べたいなっていう気持ちが頭のどっかの片隅にあるので、少しねちゃんとあのごまかけようとか、なんかそういうなんかちょっとしたなんかそういうところでちょこちょこっと入れるようにはしてるんですけれども、うん、あとあの割と私しょっぱいものが、お菓子もそうなんですけど、しょっぱいものとかが結構もう子供の時からです。漬物とかもうそういうしょっぱいって珍味とかそういうのがすごい好きでですね、ついつい食べ過ぎちゃうんですけれども、味付けも割としょっぱめになることが多くって、でそこもちょっと気をつけようって思ってるんですけれども、なかなかできてはいないんですが、でもやっぱり自炊するとなるとあの控えれるのでですね、そういうのも大事だよなと思いながら、やってる時はそうと思ってやってます。 そんな感じで今週は割とご飯は、うん、作れる時は作り、あの楽しく外食する時は外食するっていう感じになってたかなって感じだったかな、そんな感じですね。そうでした。そしてあのそれこそお便がですね、ここ最近便秘がすっごいかさんでて、で便秘のなんか蓋みたいなのがポンって取れたら、もうその後ちょっと下痢になったりとかするっていうことをこうずっと長いスパンでそういう風に最近なってたところがあったんですけれども、こちらのルッツリゾートに来るとですね、なんかちょっとお通じが良くなるんですよね。なんでだろうか分かんないんですけど、それで今もすごい絶好調にいい感じのお便が出てる感じになってて、それをなんだアミラジオに変えると便秘になっちゃうんだろう、あ、そう思い出した、そうなんですよ。で私が最近ちょっとあの心がなきゃいけないなって思ってるのが水分です、水分です。それをお話ししようと思ってたの。そう、水分もですね、アミラジオにいる時にとなんか自分でも感覚的にあるんですけども、水分取ってないなっていうことが結構多いんですよね。そのせいもあってやっぱりお便硬くなっちゃったりっていうのがあったんですけども、ここのサロンに来るとずっと動いてるっていうのもあるので、すごいガブ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 水をすごく飲むんですよね。それでお通じがすごい良くなるっていうのがあったから、もうこれは実証されたんで今までもねちゃんと2リットルとか飲んでる時とかもあったんですけどね、ほんと全然食べられないんで最近私。そうだけど、そこでここでちょっとやっぱりお水大事って思ったので、ちょっとこれからラビラ町の本にも帰った後はね、ちょっとお水いっぱい飲んで今のお通じいい状態をキープしたいなって思いました。いやなんか本当腸内環境って本当大事だなって思いますよね。腸活って一時期は水溶性の食物繊維意識して取るとかすごいやってたんですけど、最近はもう本当にそういうことも考えられてないから、いろいろ思い出したたんびにちょっとあの初心に帰ってちゃんとやっていかなきゃなって思ったりましておりますよ。はい、そんな感じでございました。まあ、この調子でね、あのもう少しあのご飯気をつけながら、あの運動ももう少し多く取り入れながらですね、やっていけば少しずつでも減量につながっていくかなって思っておりますので、この後も引き続き頑張っていきたいと思います。はい、そんなわけで今回はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。ま、あ、明日じゃないよ、これ毎日のじゃないから違った、あ、そうそう、もうダメだ、いつもと雰囲気違うから言うこと忘れてましたけども、今お話ししてるのが水曜日の報告動画ということで、月曜日から日曜日までの体重の記録をまとめてご紹介した後にこうやって振り返ったりとか、来週の目標とかね、あの今後の目標とか今までのいけなかったこととかこう振り返りながらお話しするダラダラとお話しする動画になってるんですけれども、私それ以外にですね、食生活 Vlog っていう毎日更新の動画もこちらのエリコンのダイエット日記では上げております、更新しております。そちらは前日何を食べてたかとか、あとどんなことしてたかっていうのをですね、最初はダイエットの記録としてやってたんですけども、まあ、今はもうなんかみんなと共有したり共感したりしながらですね、日常を過ごすような動画になっておりますので、一緒にお楽しみいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。